この4つの袋、恵比寿屋さん、焼き鳥、唐揚げ屋さん、初めて買ってんけど、この4つの袋、広げます。先に、ちょっと温めます。それでは、今日は9月18日シルバーウィークに乾杯。うまい。ちょっと煙がもくもくなってきたからちょっと開けよう。あのマンションうるさいから、ある程度温まったら、これちょっと上の段にしよう。温めるだけやから、そんな熱々じゃなくていいから、ちょっと硬かったから。あー、すごい焼け具合が早い。まず鶏の唐揚げからいただきます。おこ、噛んでる間に何の用意、ちょっと後ろで、ガリ食べたらお寿司食べたくなるからな。いつか千のガリ割れながら、でも自分の好きなお砂糖、すいません、前髪が1ヶ月で1センチ以上伸びんねや。コラゲネード飲んでるせいか髪の毛伸びんの早いです。その分ここの白髪も早いです。白髪ちょっと減ったような気が。
この北海道直し麦は十何年前からよく飲んでたんです。東大阪の高井田っていうところにちゃんこ屋さん江戸沢っていうお店があって、もう今はなくなってんねんけど、そこのちゃんこランチが安くて、で北海道生しぼりのジョッキが何もやったっけな、299円か忘れてんけど、その頃にしては安くてよく行ってました。お付き合いしてる彼と、その彼は2回目の旦那さんやねんけど、2回目の旦那さんは3年ぐらいか4年ぐらいかお付き合いしてて別れて、でも全く連絡なくなって、で時が経って1回目結婚して離婚して、で3、4年間があって、その2回目の旦那さんが急に、もう10年ぐらい何もなかったのに急に現れてきてくれて、それで結婚することになったんです。再婚ではないけど再会です。懐かしい。こうやって YouTube してると振り返りもなるから面白いです。んこれ見ると江戸沢のちゃんこ鍋食べたくなる。かわいい。ちゃんこランチが安くてご飯もついてくるから、あと雑炊セットの卵お願いしますっつったら、なんかな忘れた、ちゃんこ鍋の後の出汁の雑炊はめっちゃ美味しかったです。これ手羽先、手羽先大好き。ん好みの味。また世界の山ちゃんとかとは違って、世界の山ちゃんはもう甘辛くスパイシーでめっちゃ食べたくなってきた。あとフライボーや名古屋行った時に、どっちとも世界の山ちゃんは大阪で、大阪の天禄で仕事仲間とご家族様と一緒に乾杯させていただいて、その時にフーライボーは名古屋オルゴナイト作りに行った時にスクールに、でその帰りにフーライボーやフーライボーと、あと駅前の居酒屋さんで味噌カツめっちゃ美味しかった。で新幹線の中で天むすかなんか食べた記憶で動画に残ってんねんけど、また名古屋も行きたいです。名古屋といえば味仙、味仙っていうかな、味仙っていうか、それは大阪の丸ビルで台湾ラーメン、動画には撮ってなかったと思うねんけど一回行ってめっちゃ美味しかった。次は久々のコールドスター、コールドスタート、ラクピー状態遷移通知、コールドスタート、よし。それでは次は久々のコールドスターいただきます。あ、コーヒーだ、わお。はい、コールドスタートは何やろ、こっちよりなんかお酒感があるみたいな、アルコール 5%、 こっちが北海道生しぼりが 5.5% なんや。ぼんじり、もう久々ぼんじりしよう、ぼんじりしよう、10本ぐらい食べたいです。皮塩、やっぱり自分で作る皮と焼き鳥屋さんの皮、串打ちがすごい違う。串打ちなんか習いに来たい気分です。うん、でカリカリ感、またここ行こう、恵比寿屋さん。とお値段がぼんじりが1本140円、手羽からが1本91円か、唐揚げが91円、皮塩が140円、せせりが162円、税込みか、これ100円ちょっとぐらいで、確かに鶏かスーパーで買ったらこれやったら
これぐらいだったら10円分か20円分か8円分か分かれへんけど、この、串に刺して焼いてこんだけ美味しく焼いていただいてるっていう手間暇賃っていうかありがたいです。いつもいつもは食べられへんねんけど、今日はシルバーウィーク、まさかのかなり強烈な台風、ほんま少しでも被害が小さくなってくれるように願うのみです。この焼き鳥とお酒と大好きなカラスカレープラスさせていただきました。ビールはチェイサーに、美味しすぎるチェイサーぼんじり、カラスカレーちょっと温めんねん。カラスカレーを焼きながら、あ、どうしようかな、次皮、やっぱ違う、晩秋錦。